張りを上げろ。あやい。頬を上げろ。あやい。旗を上げろ。あやい。おっおっおっ。方位はいいか、海賊ローゼ。あやい。よし、それでは皆の者、水平線に向かって、やーやー。ちょっと待った、水平。まずこれがいるぞ。本当に？僕気をつけるよ。これは海の怒りだよ、ケイル。安全のために必要なんだ。ローゼ、浮かぶ。はぁ、分かった。よし、いいぞ。では、出発しよう。はぁ？なってきたな。ゆっくり慎重に通り抜けるぞ。戻った方がいいんじゃ。ダメ。そんな。大丈夫だよ。すぐに波は静かになるさ。船から脱出。ああ、ダメよ。ああ、気持ち悪くなってきた。なんとかここから出なきゃ。こりゃちょっと回れ。ロージーも回れ。よいしょ。さて、いいぞ。みんな大丈夫か？はい、おじいちゃん。はーい。なんだこれは。おお、なんだろうな。なんだと思う？わあ、瓶に入った手紙だ。どこで見つけたの？デッキの下にあったぞ。ローゼ、これはただの絵じゃないよ。宝の地図だ。宝。その通り。その目印は灯台だ。でも灯台なんてどこにあるんだろう。うん、あ、宝。はい、ロージー。よし、みんな宝を取りに行くぞ。はい、はい。慣れない。見つかったよ。よくやった、みんな。中は金かな、または銀、それともダイヤモンドか、または
わあ。あ？おいしい宝。すごい発見だ。それに涼しくなっていいぞ。よくやった、ケイル船長。それに金だ。本物の海賊みたい。わあ、ほら、ロージー。すみません、妹のロージーの髪を切りたいんです。長くなりすぎてるから。いや。髪の毛が邪魔でしょ、ロージー。忘れたのかい？気をつけて、そこの壁に。ギルバート。君の髪の毛が僕の顔にかかるよ。こちらへどうぞ。よかった、ありがとう。楽しいよロージー、約束するよ。それにこれを取ってもらえるよ。ロージー、これは取れないよ。ママ、すっかり絡まってるわ。これはちょっと切らなきゃダメかもね。切る？大丈夫だよロージー、痛くないよ。お、お、あ、あ、粘土が髪にくっついちゃったのね。すぐに取ってあげるわよ。ピンク気に入った？あ、ありがとう。あなたも可愛くしてあげるわね、お嬢ちゃん。うん、ロージー、カットは楽しいよ。ほら、これをご覧。おっと、わあ、うん、僕みたいにピエロの髪型にもできるよ。あ、あるいは、お、じゃーん。お、ふん。じゃんじゃじゃんじゃん。とてもよく似合ってるわケール。またはブク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 。おばけ。ああ、僕の髪の毛も長すぎたよ。これはとってもカラフルだ。気に入った？うん、それならとってもいい考えがあるわ。いい？うん。お、粘土が取れたわ。あ、すごくいいよロージー。それはただの水だよロージー。髪の毛を濡らした方がよく切れるのよ。ほら。ね、水よ。くすぐったい。僕もいい。ふふ。は、うふ。おー。わー。ふふ。
ートに乗ってると思うんだよ。そしてこれが最後の仕上げよ。あ、蝶々すごく似合うわ、ロージー。そう、言ったろ、ヘアカットは楽しい。そう。あ、かわいい。お、うん。ハハハハハハ。ママたちは車にクーラーボックスを取りに行くの。5分ぐらいで戻ってくるわ。あるいはあなたが行く、ビリー。いや、楽しくやるよ。なあみんな、イエーイ。いいわ、ビリーが責任者よ。みんなだからいい子でいてね。はあ、大したことは起こらないだろう。さあ、ただいま。まあ、何があったの？いや、一人ずつね。ケール、僕サーフィンしたんだ。それどうやるの、ビリー？危ない、ケール。たくさん練習するんだよ。焦らないでいいかい？焦らないで。わかった。できたよ。ありがとう、ビリー。多分もっと練習しなくちゃいけないね。でも最初にしてはよかったぞ。怒っていいんだぞ。わあ、すごいわね、ケール。ありがとう。で、それからどうしたの？ヘアクリップを探しに行ったの。どこだったかな。あ、あった。あ、見つけた。どこに行った？あそこだわ。ほん？おお。はあ。ちょっと待った。カニは時には危ないよ。ハサミで挟まれたりするから気をつけなきゃ。でもこの通り。安全かつ効果的。ありがとう、ビリー。それはよくやったわね、ビリー。でもそれがどうしたら。これ、あ、それは僕のせいかも。さあ、行くぞ。ダメだ。今度は走ってみなよ。わかった。ああ、うまくいった。ああ。
それはいろいろとこの短時間に。あなたが見てくれて本当によかったわ、ビリー。大したことじゃないよ。あらま、飲み物を忘れたわ。僕が行くよ。子供たちの世話は任せた。おう、いいわ。ビリー、本当に走りたいのね。はよう、ケイル。おじいちゃん。何で遊んでいるんだい？ビー玉セットだよ。難しそうだね。すごく楽しいよ。この中は何なの？わしの子供の頃のおもちゃだよ。パパのでもあるよ。鉄道セット？わお、かっこいいね、おじいちゃん。子供の頃、パパはこれを家中に走らせたよ。キッチンからリビング、そして裏庭まで。まあ確かに家中や裏庭まで走らせるのは良くないけどね。僕も家中で走らせたいよ。列車はそんなに早く行きたくないよ、ケイル。時にはゆっくりと景色を楽しみたいんだよ。ゆっくり確実な線路を安全な円形に思考。おう、あ、いいよ。多分ここまで登れるから、そこからぐるりんと回って画面向きだ。この列車はくるりんと回るのは無理だね。だけど、ぐるっと曲がれるよ。まあ楽しんでな。ママが戻ってくる前に片付ける約束したからな。いいよ、バイバイパパ。ほらどうだ、じゃーん。いいね、小さな普通の線路には小さな普通の列車。そしてここが見どころだ。なあ、どうだ、いいだろう、ケイル。ああ、一日中でも見ていられるよ。調子はどうだい？ああ、おじいちゃん眠ってる。お、なかなかよくできたぞ、ケイル。もう少し早く行けたらな。おじいちゃんは少し早くても気にしないよ。僕もいい、パパ。いいよ。すごい、もっと長いビー玉セットみたいな線路ならな。おじいちゃんは少し長くても気にしないよ。おお。ちょっと長すぎたかもしれないな。取り壊さなきゃダメ。ああ、でもその前にうまくいくか試そうか。いい、パパ。いいぞ、ケイル。
最後のコースだ。どうやら早く行きたかったんだな。一体どうしたのこれ。僕たちちょっと楽しみすぎたかも。それは普通の雨の土曜日だった。一つのことを除いて犯罪。誰かが僕のオレンジのボールを盗んだのだ。最後に目撃されたのはここだった。テディ刑事、僕たちで犯人を見つけるぞ。なぜやったか、どこでやったか、いいかいテディ。おっと気をつけろ刑事。まず犯行現場を調べよう。僕のおもちゃ置き場だ。テリー刑事、ここにただ一人だけこんな髪の毛の持ち主が。ロジ、ケイロ、ニンジン。おやつ食べてる暇はないよ。ロージー、今朝はどこにいた？どこ、ロージー？僕がやるよ。返してほしければ、今日の朝どこにいたか言うんだ。その証拠はこれだ。オレンジの髪の毛がおもちゃ置き場に。消えたオレンジのボール。人参。人参もオレンジ色だね。そうだよロージー。人参。ロージー。ロージー、どうしたの。人参。ごめんよロージー。ごめんママ、僕探偵ごっこしてたの。オレンジのボールを探してるんだ。ケール、一緒に遊ぶ相手も同じゲームをしてなきゃ。その方がみんなで楽しめるでしょ。ごめんママ、ごめんよロージー。人参。この件の捜査は中止よケール。ここから先は大人に任せなさい。でもママ。危険すぎるわ。この猫の強盗は凄腕よ。な、テリー、ママが今ヒントをくれたよ。猫の強盗。ギルバート、奴を追うんだ。僕がやるよ、君の分まで。その猫、止まれ。僕のボール。そんなことはよそう。その
ボールを返すんだ。そうすればこの剣は忘れよう。それを返すんだ、ギルバート。あ、ママはなんて言ったっけ。みんなで同じゲームをした方がずっと楽しい。追いかけてごめんよ、ギルバート。一緒にキャッチボールしない？どうしよう、花火が終わっちゃうよ。ここからだってよく見えるよ。多分旧正月のお祝いの花火だろうね。そのセーターとってもよく似合ってるわよ、ケール。ありがとう。サラが赤が幸運を呼ぶって言ったんだ。やあ、サラ、旧正月おめでとう。はい、ケイル。ケイルをご招待してくださってどうもありがとう。数時間後に迎えに来ます。こちらこそ、来てくれてとても嬉しいわ、ケイル。じゃあね。このスリッパどうぞ。ケイル、新年好。意味は新年おめでとう。あ、新年好。わあ、食べる？うん、オレンジ大好き。うちでは旧正月にはオレンジを必ず出して幸運を呼ぶのよ。あ、このコーンオレンジ美味しいよ。あれってドラゴン？そう、あれはドラゴンのダンスよ。ドラゴンは悪運を追い出してコーンを呼び込むのよ。わー、ゴー、悪運出ていけ。ゴー。ドラゴンは翼がないよ。中国のドラゴンは翼がないの。こんな風にうねって踊るのよ、ケイル。サラ、ケイル、ヤースウェイチェーンだよ。わー、それ何？この赤い封筒だよ。この赤い封筒はお年玉で、中はお金よ。わあ、ありがとう。安全で平和な新年を、サラとケイル。このお年玉何に使う？無駄遣いしちゃダメよ。そうだね、買うのは何か大事なもの。それはキャンディこの魚はどうだい、ケイル。どうも。旧正月にお魚を食べるのよ、成功をもたらすから。お箸はちょっと難しいわね。
代わりにこっちを使ってみたら。おお。あ、おいしい。食後にもっと花火ができるわ。もっと花火？見逃したと思ってたよ。あ、3、2、1。ご両親が迎えに来られたわ。もう帰らなきゃダメ？二人ともそろそろ寝る時間よ。新年最初の日に元気でいるためにもね。知ってる？ドラゴンのダンスが悪運を追い払うんだって。そうなの？ねえ知ってる？僕今お箸が使えるんだ。とっても簡単さ。今夜はいろんなことを学んだわね。うん、それに知ってる？もう寝る時間だぞ。旧正月おめでとう、ママ、パパ。旧正月おめでとう、ケール。二人で何やってるんだい？ごっこ遊びだよ、パパ。ジャングルを探検してるんだ。ジャングル？まああまり遠くに行かないようにね。あと教えたことを忘れるな。もし迷子になったらチームとして一緒に誰かに助けを求めるんだ。例えばあそこのレジにいる人にね。イエッサーサーれるな、ローズ。ジャングルは危険だからね。ローズ大丈夫かい？ローズ、ヘビ。ヘビじゃないよ、ローズ。ただのホースさ。怖くなんかないよ。おおおお。ブルルルル。行こう、ローズ。パパを見つけなきゃ。なったみたいだよ、ローズ。ぐるぐる回ってるよ。迷子？どうしたらいいか考えよう。パパに聞く。パパがどこにいるかわからないよ。はあ、でもパパを教えてくれたよ。そうだ、誰かに助けを求めるんだ。あの旗の下の人に。ああ、あそこに行けばいいんだ。そこで助けてもらおう。
いけるよ。チームとして一緒にやるんだ。うん、チーム。もう少しで着くよ、ロージー。僕らはチームだよね。あ、うん、チーム。うわ、うわ、うわ、行かなきゃ、ロージー。あ、できるだけ早く、ロージー。やったぞ、ロージー。本当に勇敢だ。ほら、着いたよ。すいません、ジャングルで迷子になったので、パパを探すのを手伝ってくれませんか。ケイル、そこにいたのか。パパ、迷子になってたの。なったよ。でも僕たち助けを求めてきたよ。パパの言う通り、ケイル、ロージー助けた。いや、僕たちはチームなんだよ。ああ、素晴らしいチームだね。二人一緒なら何だってできるだろうね。わあ、たとえこの怖いジャングルだって。新しいペットを飼うのとっても楽しみだよ。どんなペットを飼ってみたい？馬は？馬はちょっと家には大きすぎるな。ヤギは？それはやめときましょう。ウサギ飼っていい？そうね、ウサギがいいわね。わあ、どれにしよう。あの茶色のがいいや。お、ああ、君はどう？どうやら向こうが決めてくれたようだな。じゃあ名前はニブルス。あ、ニブルス。おいでよ、ニブルス。ロージー好き。僕が遊ぶ番だよ。待って、おいでよ、ニブルス。ケイル、ニブルスをどかす。ほら、みんな、ニブルスの家を作りましょう。ニブルスもきっとこの家が気に入るわ。あ、ケイル、金槌を取ってくれないか。はあ、ニブルスは僕が嫌いみたい。ニブルスはあなたが好きよ、ケイル。でも、もう少し優しくしてあげた方がいいかもね。あ、来るまで待って、やろう。はあ、できた。じゃーん。あ、ははは、パパ。手伝おうか。よし、もう一度。じゃーん。
ネブルス連れてくるよ。ニブルス、君の家を見に行こうよ。わあ、逃げないでよ。優しくケイル、優しく。ニブルス、おいで遊ぼうよ。ケール、ちょっと離れてあげなさい。ん？でもニブルスと遊びたい。ああ、でもすごく興奮してちょっとうるさいぞ。それじゃ怖がらせてしまうよ。僕、怖がらせてる？ウサギの気持ちになってごらんなさい。そんな風に追っかけられたらどう感じる？もっとゆっくり優しくね。やってごらん、ケイル。怖がらないで、ニブルス。友達だよ。ケイル、友達、ニブルス。ああ、やった、僕やったよ。お、その、やった、僕やったよ。